実業家の斉藤ひとりさんが、私がお弟子さんにずっと教えていたことで、究極的に言うと、私が教えることはこのことしかないと前置きをしてお話をされたある講演会での仕事の成功法則をご紹介します。皆さんが成功できない、幸せになれない理由はたった一つ、それは無というものの使い道を知らないだけです。今から無というものの使い道を教えます。では簡単に、あなたがラーメン屋さんだとしましょうか。ラーメン屋さんをやっていると思ってください。職種は何でもいいんです。例としてラーメン屋さんで伝えていきます。あなたがラーメン屋さんだとして、自分のお店を見渡して、1円もかけずに売り上げを上げる、1円もかけないでお客さんを呼ぶことが何個できるか、アイデアを何個出せるかということをまず考えてください。そうすると、お店を掃除しようとか、味付けをもっとよくできないかとか、返事するはいをもっと元気よくしようとか、お店の中の張り紙の文字を変えてみようとか、そういうことを思いつくと思います。まずそれをやってみます。ただでできることはいっぱいあるんです。だからまずそれをやってみます。そうすると、まずそれだけではいの返事も、お客さんへの笑顔でも、もっともっと良くなるんです。どこから見えたんですかと声をかけたり、またのお越しお待ちしていますと、お店に来てくれた方へ感謝の気持ちをしっかり込めて接客したり、それで売り上げがどれくらい上がるかを見てください。ただでできることを全部やりきって、それまで無というものがない人に、初めて無ができた時にどれだけ変わっているかを見てください。その上で、じゃあ1万円あげるから、これでお客さんを呼ぶことを考えてごらんって言ったら、クーポン券を出そうとか、ゆで卵を1個あげようとか、トマトをつけようかとか、それは何でもいいんですが、その1万円の使い方が初めてわかるようになるんです。仕事で一番大切なのが、無という笑顔であったりとか、言葉かけだったりとか、ただでできることなんです。そのただでできることをやってない人にお金を渡すと、お店をかっこよく直したいとか、よそがチラシを配っているからうちはその倍の数配りたいとか、必ず無を知らない人にお金をかけさせると無に戻ることをするんです。お金を出さずに知恵を出すっていうのは、まず無というものを使わないといけないよということなんです。サラリーマンも同じです。例えば、あの部長がうるさいことを言わなくなったら自分は楽なんだけどなとか、自分は車を買えるくらいボーナスが出たら幸せなんだけどなと思っている方がいると思います。こういう考え方をしてみてください。全く現状を変えずに、何も手に入れないで、それで部長がいくらガミガミ言ってても構わない、山の中で修行しているようなつもりで、部長の滝と思っていい滝に打たれてるつもりになるんです。それから自分がガンガン言われてても、他の人には嫌なことをしない修行だから、あの人が嫌なことを言ってくれないと修行にならない、僕のために嫌なことを言ってくれた、周りの同僚だとか
家族だとかには絶対嫌なことは言わない、そういう修行なんだと腹を決めるんです。大切なのは全く何も変えずにその場所で幸せになることなんです。その環境で幸せになることなんです。幸せを無から作り出すんです。仕事だとしたら初期費用はかかるけど、そこを繁盛させる知恵というのは無から生まれるものなんです。無をちゃんと使いこなしてから有を使うんです。何もなくても幸せだと決めて一生懸命働いていれば、軽自動車でも一台買えたら、ああ幸せだと思えるんです。それが物を欲しがる人は軽自動車じゃ嫌だ、もっと大きい車じゃなきゃ幸せじゃないと思ってしまうんです。でも車から見える景色は軽自動車でもロールスロイスでも同じなんです。そう思えた人が次の幸せをまた手に入れられるんです。仕事で無から有を生み出す、無から有を生み出す知恵を出す、そう言っても自分はいくら考えてもできない、そんな知恵は出ないっていう人には、私はこういうことにしています。無から有の知恵は何でもいいんだよ。愛想をよくするとか、店の周りもきれいにしようとかね。でも出ないっていう人は、まず自分のことを怠け者だと思ってください。そんな人は怠け者なんです。それでも3日間のうちに何でもいいから、無の使い道のアイデアを5つ出してください。私の言ったことでもいい、よそのを真似してもいいから。そしてそれでももし一つも出なかったら、3日間のうち3つだけでもいいから出してくださいと言って、もし出なかったら、あなた重殺ですとなったら、あなたはどうしますか？本当に重殺になっても出ないかっていうと、1時間で5つくらい出しますよね。あなたは重殺ですって銃を向けられた時、慌ててこれやります、あれやりますって言うはずだから。だから本当は怠けてるんです。いいですか？必死でやるっていうのは、やらないと必ず死んじゃうと思ってやるということです。アキンドというのは、たとえ小さな店でも経営者なんです。経営者というのは頭脳がいるんです。手足だけ動かしてたんじゃダメなんです。今日から経営者となったら、職人さんの時とは違う、美容師さんでも板前さんでも、経営者になったら経営を勉強しなきゃいけないんです。それを腕一本でいくというのは怠けているんですよ。板前は料理がうまいのは当たり前、美容師さんが頭をうまくやれるのは当たり前なんです。経営者になるということは、ちゃんとそのことを考えて、人を使い、税金を払い、国に納め、国がまた潤い、働く人がそこに来て、若い人が就職して、あなたの腕を見習うということです。最終的にあなたが淡々とやり続けるしかないんです。やり続けられなくなった時には、自分は頭が悪いんだではなく、自分は怠け者なんだと思ってください。怠け者が悪いんじゃないんですよ。怠け者なのに頭が悪いとかっていうのは、頭に失礼です。
脳細胞はみんな同じだけついています。銃殺するぞって言われたら、答えをあなたは出せるんですよ。やらなくてもいい、やらなくてもいいけど、自分が儲からないのは自分が怠け者なんだ。手足使うのはいいけど、頭を使うのは嫌なんだ、と言っているのと同じなんです。厳しいようだけど、プロの世界ってそういうものです。精神的なことも同じです。うちの奥さんがこうなってくれたらいい、うちの旦那さんがこうなってくれたらいい、なりません。それよりね、全く変わらなくていい。この人はこのままでいい、あの人はあのままでいい。自分の考え方を変えちゃえばいいんです。それが精神論ですから。精神論ってあっち変えたりこっち変えたりすることじゃない。自分の心の持ち方を変える。ああ今日は部長の滝降らないのかな。一つの修行だと思っていれば、今まで嫌だと思っていたことが嬉しくなるんですよ。それで俺は絶対負けないぞ、どんな嫌なことがあっても、よそで泣き言とか絶対言わないんだって決めて、お宅の部長うるさいでしょって言われても、いやうるさくないですよ、僕のために一生懸命頑張って言ってくれているんだから、ありがたいと思ってますよ、あのお説教を聞かないと寂しいぐらいですよ、と言った時に物って変わるんです。この前30分も怒られたじゃないんです。なんだ最近部長は30分しか怒らないで根性なくなったな、1時間くらいは頑張ってもらいたいな、くらいの勢いで言った時、物は変わるんです。無というものの使い方が分かった時、初めて有を生かせるんです。無を使えない人間が最初から有を求めると、必ず無に返しちゃう。若い人、お金がないんです。お金のありがたみを知らないからないんです。月に僕2万円しか貯金できないんです。年間24万円。1年働いて24万円のその重みを知らないの。だから神様が、お前は重みを知れって言ってるの。そういうお金を貯めて、ちっちゃくてもお店を出すから、どんなちっちゃなお店でも宝に見えるの。このお店潰したくないと思うの。どんなバスへでもここにお客さんを呼ぼうと思うのね。お金がないからできないんです。お金がなかったら貯めるの。少ししか貯まらないんです。その少しずつ貯めてる間に、お金のありがたみがわかるんです。そうして出したバスへのお店に来てくれたお客さんに、心からありがたいと思うことができるんです。だから全部あなたのためになるんです。無を生かした時、初めて有が生きるんだよ。あることだけを望むんじゃないよ。そしたら苦しくなるだけだからね。斉藤ひとり。さあイメージしてください。無を生かしきって有を最大限に活用することを。何も足さず、何も引かず、今そのままで幸せになることを。